はい、トルチャンネルです。今日は、通勤ドライブなんですけど、今日は出社時ですね。今朝の6時です。今日行ったらね、明日から連休なんでちょっとテンション高いかなって感じなんですけど、朝の6時だと外気もそんな上がってなくて、今見たら24度なんで、これぐらいならね、全然エアコンなしで窓も開けずに行けますね。これがね、8時ぐらいになってくるともうめっちゃ暑くなってくるんでねって感じですか。なんかめっちゃ気温上がりましたよね。確か昨日なんて体温超えみたいな感じでニュースとか言ってましたけど、すごいですよね。37度とか。ラインナップさんで、まあ北武とアーシングケーブル、プレミアムアース極みってやつをちょっと入れまして、なんか、D モード、マニュアルモードじゃない D モードで走ってる時のちょっと AGS の変速がなんか変わったかなっていうような感じですね。はい、ちょうど入れたのが3日ほど前なんで、あ、そんなぐらいですね。
張り気味で3000、4000回転ぐらいまで引っ張ってからシフトアップしてたんで、あの D モードの多分何なんですかね、エコ的な走りで、まあ普通に3000回転いかないまででも勝手にシフトアップしちゃうんで、そこはちょっと気持ち悪いなって感じる部分はあるんですけど、変わらずガソリン値段下がらないですよね。145円高止まりしたままで、右方向レベル3レーダー式取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。レーダー式取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。そうですね、あの今更なんですけど、あの、まあ、アイドリングストップは切ってますよね。マニュアルモードで乗ってる時は勝手に切れるんですけど、 D モードで乗るとアイドリングストップかかっちゃうんで、なんかね、バッテリーによくないって聞いたんでね、そっからもう、そっからって言ってもう 2,3 年ぐらい前ですかね、もうアイドリングストップはもう手動で毎回乗るたびにオフにするようにしてますけど、でもだからって燃費悪くならないですからね、言うほど。
がチャリで普通に路肩走るんで、ちょっと怖いなって思ったりしますけどね。感じで、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。